アーチャーは、イギリス海軍の護衛空母。当初の監視番号は、バーバグマイナス -1 であった。アメリカで建造され、レンドリースポーに従い、イギリスに対応された。U ボートを3隻以上撃沈し、護衛していた船団には、かすり傷一つ負わせないなど、船団護衛において活躍した。完備から撮影された、本館館は、ペンシルベニア州チェスターの3造船ドライドック車で、 会事委任契約のもモーマックランドの官名で1939年6月7日、帰国し1939年12月14日に浸水1941年11月17日に収益した。アーチャーは収益直後から多くの問題を抱え、大やけみは非常に長期間行われた。その出機は多くのトラブルの原因で、 1943年には大規模な改修が行われた。アーチャーは1943年5月に収益したが、2つの任務を終えた後に新たな欠陥が生じ、その欠陥は重大で修理する価値が見出せないということで保管線とされた。1943年にはスコットランドのゲアーロックで店舗船として使用され、 1944年3月16日以降は宿泊船として使用された。その後修理され、1944年8月3日に戦時運輸局に転籍、航空ンカ艦、エンパイアラガンとして使用される。艦は最終的に1946年1月8日にバージニア州のオフォークでアメリカ海軍に返却された。同年の後半に、 スウェーデンの商船会社に売却され、あんな税連の官名で使用される。1955年にはギリシアに売却され、タスマニアと改名される。1961年には台湾に売却されユニオン・レライアンスと改名される。その後1962年3月にニューオーリンズでスクラップとして廃棄された。アーチャーはアメリカが建造した。 最初の C35A 空母38隻のうちの一つであった。また、4隻の電動推進艦のうちの一隻であり、残りの艦は蒸気ギアードタービン方式であった。アーチャーはロングアイランドの姉妹艦であり、ロングアイランドのように環境を持たず、エレベーターを後部に一気装備し、ディーゼルエンジンの排気艦は飛行甲板の両脇に設置されていた。エンジニアズ・オブ・ビクトリー。 オールケネディ、ありがとうございます。